ゃってよね。とりあえずここは正解か。これはあくまで任務でやってることで。補給完了だぞ、姫か。ほんと、ハイユルったら階層に入るといつも長いんだから。ま、お楽しみだったのはわかるけど。好き好んでするわけないじゃありませんか。アイネ、いきなり何なんですか。次は私の番なんだから。まったくうるさい外野ね。この戦況を打破するために私が欲しいのは禁断の武器よ。でもそれは。心配しないで、絆だから。私と絆へアタラクシアへの編入手続きをしておいた。至急こちらに来い。久しぶりの連絡がこれだけか。ま、のこのこと来る俺も俺だけど。アタラクシアへ。ここが異なる世界からの侵略に対して行ってきた総合研究施設、戦略防衛学園アタラクシア。転入生か。よろしくね。待ちなさい。そんなハレンチなもの見逃せません。今日から俺もここで暮らすのか。どうだ、無事に着いたか。ああ、ついさっき。俺なんかがアタラクシアに来ちゃって、そんなに成績優秀じゃないし、そもそも俺ここを追い出された。いいから、そんなの。司令本部へ来い。ヒダ・キズナ、私が欲しいと言えば欲しいのだ。お前にインストールされた後へ。ああ、行く行く。迷ってしまった。あなたは誰。俺はヒダ・キズナ。総部に通うことになったんだけど、君はここの生徒だよね。なければ何かしら。わざわざ制服をあつらえてこの現状を眺めに来た物好きとでも。空襲警報。ここは安全圏のはずだろう。何してんだよ。誰かに見られたらどう。見ているのはあなただけよ。勝手にストリップ始めたのはそっちだろ、このチジャスーツ。お前ゼロス。もうコアをインストールしているのか。殴った。すごいな、魔導兵器を通常兵器と素手で。こんなのがあちこちにあるのか。当然でしょ、魔導兵器と戦うのが私たちアマテラスの任務よ。早く避難しなさい、じゃないと死ぬわよ。俺も戦うべきじゃないのか。確かに俺のハートハイブリッドギアは能力が低い。でも着装すれば俺にも何かできることが。ブレイド。学外の生徒がなぜこんなところにいるんですか。あら、もしかしてその男子ハユルの彼氏。彼氏だなんてありえません。犯してくる魔導兵器を片付けに行くわよ。あれくらい私だって。ハイブリッドカウントが。マジかよ。どうする、どうする、どうする。姉ちゃん、アイネを助けたければアイネの胸を揉め。ああ。おお、何させるんだよ。この現状を打破しアイネを救うにはこれしかない。こう考えろ、アイネの体に怪我がないか調べるのだ。こんなに柔らかいんだ、女の子の体って。次は足を開かせろ。すごい食い込んで。あっ、窒息するところ。